こんにちは、速稼塾の久保です。安倍総理が、辞任されて、その意向を出されてですね、私は安倍総理がどんな気持ちだったのかなと改めて考えてみることにしました。で、例えば安倍総理はもう私利私欲を抜きにして権力を私物化することなく、みんなのために、世界のためにって考えていたんではないかなっていうふうな気がするんですよ。というのは、一つの会社を経営する社長って元はね、自分の利益とか自分のやりたいビジネスのために始めたのかもしれませんけども、部下をこう採用するに従ってね、だんだんそこから離れていくっていうのによく似てるんではないかなと思うんですよ。例えば会社を経営していて、社員が社員の見えてるところっていうのは自分の暮らしとか、もう本当にね、会社の中の一部のことだけだと思うんですよね、私はね。で、社長っていうのは会社の組織全体もうまく見せないといけない。どんな社員も置き去りにすることもできないし、無駄に採用することはできないし、不平不満が起きないように管理しなければならない。プラス取引先とか会社の外に対してもバランスを取らないといけないというね、会社の外から攻撃があってもいけないし、悪い評判が立ってもいけないわけですよ。そうなるとね、これ吉谷さんも経験があると思いますけども、社員同士が揉めてね、自分が誰かと揉めてるわけではないのに、そこの仲裁に入ったり、みんなのね、ご機嫌取るために飲み会やったり、焼肉をおごったりとかね、こんな業務外のことを四六時中押し付けられるわけなんですよ。で、それをその安倍さんみたいなね、立場と考えてみると、安倍さんは真面目に仕事をしてね、休みもなくやってるのに、なんか知らないけどね、怒られたとか、みんなのことを考えてマスク配ったらそれも怒られたとか、じゃあしょうがないから芸能人の星野源さんのね、あの動画とかに乗っかっていこうかなと思ってインスタグラムアップしたら、それもなんか怒られたみたいな感じでね、どうすりゃいいんだよみたいな感じですよね。で、しまいにはちょっと数年前にこう遡ってみると、自分は奥さんがね、そういった森友問題とかと関わってるわけないと思って、自信を持って、いや、うちの奥さんとかね、私も関わってないですよって言ったら、実は奥さん関わっていて、一緒に写真まで撮られていてね、名誉校長までやってて、何やってんだよお前みたいな感じですよね。で、結局周りの人に結構足を引っ張られて、自分の理想に突き進んだこと、こういったことがなかなか評価されないと。例えばね、安倍さんが、私が見るところね、例えばすごいなと思ったのは、安倍政権第2次が民主党からこうガッと変わった時って、株価って確かに8000円前後だったと思うんですよ。8000円前後だったそのズタボロの日本経済をね、2万3000円とかまでグググッと引き上げたと、安倍さんの力だと思いますし、世界で一番こう親密な関係と言われている同盟っていうのは、アメリカと日本なんですよ。これを作り上げたのはまさに安倍政権、安倍晋三の力だと思いますよね。で、これはまあゴルフ外交をしたりとかね、いろんなことをしたりとか、で、今回も安倍さん体調悪くなったらホワイトハウスからね、トランプ大統領が何回も確認に来るぐらいの仲だと思うんですよ。どうですかね、ご自身が体調壊されて皆さんがね、誰かからそんな繰り返し海外から電話かけて心配してくれるような、そんな仲間とか持ったことありますかねってことを考えると、やっぱりね、人型の人物だったと思うんですよね。で、日本がこれから少子高齢化を迎えて若者がどんどん減るという現状に対してね、周辺国では若者の数が増えて軍事力が高まっていて、日本ってのは国防に人が割けないからテクノロジーを割かないといけないっていう発想から、じゃあちょっと最新鋭の戦闘機をね、ちょっと買ってみるかと思って、みんなの暮らしを守るために戦闘機買ってみたら、それも怒られて、何やってんだとか、軍事費減らせとか言われてね、どうすりゃいいんだよって、お前たちのためにやったんだよみたいなところではないかなと思うんですよ。結局自分がやったこと、安倍総理がやったこと、社長が社長としてやることってのは評価されずに、できなかったことだけをね、あげつらわれて、お前はダメだ、あいつはダメだって言われたりとかね、あとね、やっぱりね、インターネットを使っていろんな情報発信していると思うんですけども、誹謗中傷とかアンチコメントって避けられないわけじゃないですか。そこそこ慣れてきましたけども、でもね、安倍総理ってのは365日自分の身内からも、同じ日本人からも、海外の人からも責められるわけですよ。何をやってもね、責められるし、ちょっとね、こうなんですかね、近隣諸国のテレビをつけようもんならね、自分の顔写真がかかしの頭につけられて燃やされてたりとかね、こうやって森で疲れたりとかしてるところ見られてね、なんで殺意に富んだものなんだとか。で、広島の平和式典来てみたら、なんか知らないけどね、怖いそうな車がデモを起こして、あっべやめろ、あっべやめろって言ってるわけですよ。何なんですかね、考えてみてほしいのは、皆さんがね、一生懸命仕事をしていて、その仕事を関係ない人がやめろやめろっていうね、その10月に7年間8ヶ月も耐えられますかってことなんですよね。
そんな風評被害がなくったって今でも辞めたいと思ってるでしょ。そう考えるとやっぱりね、あの持病、かなりね重い持病を持たれた中でよく勤め上げたなと。しかも一回総理をやってもう懲りてるはずなのにもう一回やるというね、この不屈の精神はやっぱりもう何者にも代え難いものがあるんじゃないかなと思いますよね。で、安倍さん辞めて代わりにね、どんな総理が立つのかっていうのはまだ分かりませんけども、ここまでできる方っていうのはまあいないんではないかなと思います。もしね文句があるんだったら自分でやってみろって話ですよね。まあこういうふうにね、今回は珍しく私もね安倍さんの肩を持ちながらやっていこうと思いますけども、まあ、あの総理っていう職を辞したわけですから、もうね、あの一国会議員、まあ、いわゆるね個人として暮らしている安倍さんをこれ以上貶めることはないかなと。ただ未解決の問題っていうのはこれからねやっていかなきゃならないかなと思いますよね。河合案里とかね、相手広島汚職買収の問題ありますけども、安倍さんが別に支持したわけでも何でもないのに、もう自分のね、あの信じていた閣僚が勝手にあんなことをやってね、それからあの IR 法案の方もそうですよね。秋元司ですか、なんかお金もらって中国の企業とねなんか悪いことやってみたりとか、なんかそんなことばっかりで、結局会社の社長も一国を預かる総理も同じような悩みを抱えていて、もう自分がどんなに一生懸命やってみてもその足を引っ張るようなね、面にあの泥を塗るようなそんな社員とか閣僚がいてですね、もうやってられないって話なんですよね。それはね体も悪くなりますよってことですよね。まあそういうのをいろいろと考えていくと、まあ吉谷さんやっぱね、あのなんか一つのことを続けるって大変なんですよ。大変なんですけども、私たちはどんなに忙しくても、どんなに精神的に痛めつけられても、安倍総理以上に忙しかったり安倍総理以上に大変な思いをしてるってことはないんじゃないかなと思うんですけどもね。よく忙しくて暇がないって言いますけども、あなたはトランプ大統領忙しいんですかと、安倍総理より忙しいんですかと思っちゃいますけどもね。だからまあそれを考えると、 YouTube アップロードしてね、なんか顔出しするのが怖いんですとか言って、じゃあ安倍総理はどうなるんだと、もっと偉大じゃないかみたいなね、毎日顔を出して自分の動画のコラを作られて、自分の動画に変なテロップ入れられて、それでもう完全に悪人扱いされるものが多かったりね、いろんな掲示板書かれたりとか、ということはね、何かをやったら怒られるみたいなね。でいいことをしても評価されない、とにかく悪いことつつかれるみたいな、そんな立場でいるその安倍総理に対して、私はねもう非常に、まあ、今までね散々攻めてきた私が言うのもあれですけども、こうやって、辞任をされる時には、あちょっとなんかね優しくしてあげないとなって気持ちもしますね。特にね安倍昭恵さんに足引っ張られたところも大きいと思いますし、黒川検事総長もね麻雀問題とか、あのまさに国会で問題にしてる時に、お前賭け麻雀することバレるなよみたいな感じですよね。本当にギャグ漫画みたいな、そんな政権の一面もあったりとか、国民のためを思ってね、例えば持続化給付金とか、本当にあの私は助かりました。持続化給付金というのがあってね、いろんな塾生さんにビジネスで失敗した方に、損害を出された方にね持続化給付金を適用することをお勧めして、総額で1億円以上の振り込みをね受けたりとかね、まあ本当にね、どういうふうに解釈してどういうふうに使っていくかに尽きると思いますね、私たちはね。もう安倍総理とか、それから自分の会社の社長が自分を苦しめるためにそれを採用したんだとかね、自分を苦しめるためにそんなことしてんだ、貶めるためにやってるんだって考えれば怒りしか起きないですけども、何か深い配慮をした後にこうなってるんじゃないかなとかね、何か自分に利用できることがあるんじゃないかなとか、自分に活用できることを取り込めるところがあるんじゃないかなと思ったりすれば、まあポジティブにどんな人もどんなことも見ていけるのかなと思うんですよね。だからそこ、今日のその動画のまとめになりますけども、自分が少なくともね成功者になろうとか億万長者になろうと思ったら、自分が成功できる側面とか億万長者に近づけるような要素だけを取り出して、そうじゃないところは右から左にねいなしていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。あの一つ一つね、誰かを憎むものとか誰かを批判するものを探そうと思って躍起になっても、自分が一歩二歩上がるためには何の役にも立たないですからね。ですからアンチのネタを探したところでそれは成功しないんですよ。柴田さんもね辞めることになるんですよ途中から、まあ、柴田さんはねなんか結構ね魅力的な方ではあったんですけどね。はい、ということなんで、成功したければ、成功者のルートを通ると、
で、成功者は決して人の批判はしないですよ。安倍さんが人の批判しましたかね？してないですよね、きっとね。泉忠さんも人の批判はしてないと思いますよ。まあ、泉忠さん個人的にどう思うかっていうのはいろいろあると思いますけどね、人の批判してないと思いますね。当然私も動画の中でね、誰か特定の人を貶めたりとかっていうのはやってこなかったと思うんですけどもね、やりましたかねじゃあ私も成功しないですね、きっとね。はい、それでは本日以上です。いってらっしゃい。